中南市出身の写真家林忠彦の偉大な業績を後世に伝えるため、戦後の日本写真界を牽引した師の精神を継承し、それを乗り越え未来を切り開く写真家を発掘することを目的とした林忠彦賞。22回目となる今年度の受賞記念写真展が5月17日から26日まで市美術博物館で開催され、多くの写真愛好家らが優れた写真世界に魅了されていました。今年度の林忠彦賞を受賞したのは、長野県茅野市出身のフリーカメラマン小林紀生さんの写真展、遠くから来た船です。これは沖縄県宮古島で航海安全の伝統行事に現れる神や、長野県諏訪で千数百年の歴史を持つ御柱祭など、各地に古くから伝わる祭りや神事を記録したもので、日本人の心の奥底に内在する原風景を感じることができる作品となっています。受賞者の小林さんに市美術博物館の有田館長がお話をお聞きしました。第22回林忠彦賞を受賞されました小林紀生さんです。本日はいろいろ伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、受賞された時のお気持ちをですね、お話しいただけますか。はい、今回展示で賞をいただいたので、それはすごい写真集の方がきっと受賞するには有利なのかなっていう思いがあったんですけども、写真展で、受賞のお知らせをいただいたので、まずそれが自分としてはとても嬉しかったですね。内容に関しては、ここ10年近くの間にとってきた自分としては最近ではすごい力を入れて撮ってたものなので、それも日本をテーマにしてこうまとめて作った最初の作品なので、それで評価していただいたことをとても嬉しく思ってます。林忠彦賞は周南市出身の写真家、林忠彦のですね、業績を記念して、創設したんですけれども、もう林先生が残された、もう何て言うかな、仕事に対してというんですか、作品に対して何か思いのようなものがございますかね。はい、やっぱりそうですね、林忠彦という写真家は、僕も学生の頃から写真を勉強してきて、その日本の歴史、写真の歴史の中でも戦後代表する写真家だと思うんですけども、中でも作家を撮られた坂口安吾とか、はい、太宰治とか撮られた写真を見てると、やっぱりそこのこう、スッとこの被写体の中にこう溶け込んでいくこう姿っていうか、きっとそういう怖い作家の方のところにもスッと入っていく人柄だったのかなとか、そういうことを想像したりとかします。受賞作品の遠くから来た船なんですけれども、すごく文学的なタイトルがついてるんですけれども、何か込められた思いのようなものはございますか。はい、沖縄の与那国島というところに行った時に、木でできた一つの家に伝わる古い杯があって、それを見せていただいて、実際お酒もいただいて、その杯の意味を聞いたら、航海安全という意味があるって聞いて、僕は長野の山の人間なので、そういう航海安全という、頭では分かってますけど、そういうことがこう、生活にこう染み付いている姿に感動して、なんかそこからこう、小さな杯から船っていう言葉を連想して、遠くから来た船に人が乗ってるのか神様が乗ってるのか分かりませんけども、こう長い時を経て一艘の船がこう
遠くから来てまた去っていくみたいなイメージが頭に浮かんで、今回構成するときに、まあ、その言葉をこう、まあ、手がかりというかあのキーワードのようにしながらあの写真をこう構成していきました。写真展ですけど、はい、あの品川のキャノンギャラリー S ですかね、はい、そこでされたそうなんですけれども、その時にはこのキャプションを使われたんですよね。そうですね。これはどういう意図でされたんですかね。写真の下にこう、まあ、キャプションがつくって形が、まあ、よくあると思うんですけども、キャプションを見る方に目がいってあんまり写真見ないっていう経験が自分でもあったので、写真見て手元で読んでもらったり、まあ、あと来ていただいた方にあの何か持って帰れるようなものができたらなっていう思いもあって作りました。写真も見事なんですけど、それぞれの作品68の作品に付けられている小林さんの文章が素晴らしいんですね。ですからこの作品展そのものが小林さんの作品かなっていうような気がしながら鑑賞させていただきました。小林さん自身による文章の一つです。振り向けば人の姿に混じって当たり前のような顔をしてその男もまた歩いていた。やはり無言だ。どこか恥ずかしそうでもある。人もそうでないものも区別隔たりなく山に向かって歩く。子供の頃自分もまた獅子の中に入って家々を巡った記憶がよみがえる。小学校5年から6年までの小正月、厄払いのための大事な役目だったが、終えた翌日決まって高熱が出た。役をもらってきただ。父は大真面目な顔をして言った。小林さんは若い時はこうアジアの方をよく旅されてますけれども、はい、日本にですね、あの目が向かれたというんですか、それはどういうきっかけか何かあったんですか。まあ、20代ずっとアジアをいろいろ旅してきて、あと30代33くらいの時1年間ニューヨークに行ったんですけども、まあ、それから戻ってきて割とこう日本の風景が新鮮に見えだして、まあ、実はあんまりこう知らないことの方が多いっていうことにも気づいて、でお祭りとかこう神事とか日本全国のそういったものにこう被写体としての魅力を感じてきて、なんか撮ってみたいなっていうふうに思って。それではですね、あの作品を何点かご紹介いただけますか。はい、この、 あの写真なんですけれども、はいはい、あのどういう神事のか、ね、これはですね、はい、あの与那国島の、 あの祭りっていう祭りがあるんですけども、はい、祭りの時にある家であの、はい、まあ、宴会みたいなこう催しがあって、あのこの杯はあの航海安全を祈願してこの家に伝わる杯だと聞きました。あ、これがあの遠くから来た船のタイトルにも、ええ、そうですね、はい、この杯を見て、はい、何かあのすごい魅力的な形をしてるなと思って、はい、ここから連想をしました、はい、小林さんが撮影中にですね、あの東北大震災が、まあ、起こるわけですよね。震災後の写真と聞いているんですけれども、はい、これを一番にはめ込まれた意図、ええ、そういうものを教えてもらえますか。はい、これはあの震災から5ヶ月後に、宮城県の南三陸町というところで撮影した写真なんですけども、こう家が流されたその、まあ、何もなくなった場所も行ったんですけども、まあ、自分はどうしてもそこの写真っていうのは、まあ、撮ることができなくて、まあ、今回のこの遠くから来た船っていう写真展を組むにあたり、日本を揺るがす大きな出来事が起きて、まあ、それを無視して作品というのはできないんじゃないかなっていう思いがあって、
まあ、タイトルの通りこう、まあ、過去から現在そして未来へこう続いている歴史の流れっていうのを意識しているので、まあ、その中で起きた大きなことというのを何かこう展示の中でこう見せたいって思いがあって、まあ、それで一番最初にこの写真を持ってきました。はい、あ、またこれはすごいですけれども、どういう場面を撮られたんですかね。これはですね、宮崎県の高千穂という高千穂ところで、はい、あの夜神楽で有名なんですけども、夜神楽が始まる前にまずその山の上の氏神様をこう迎えに行って、その里の家まで運んでくるんですけども、あ、まあ、その運んでくることを道行きっていうみたいで、あ、道行き、まあ、その間にこう、まあ、これお獅子なんですけども、が出てきたりこう天狗が出てきたりみたいな中で、この獅子だけをこの時もなんか僕はとても気になったので、ちょっと時間がある時にこういうふうにあのセッティングっていうか立っていただいてこう撮った一枚、あんまりこう自分からセッティングするってないんですけども、この一枚はちょっとポーズを自分でこうつけて撮らせていただいた写真、はいはい、小林さん の, あのふるさとにはですね、御柱祭という大きなお祭りがありますよね。はい、あのその御柱祭と小林さんの関係っていうのはどんな感じなんですか。そうですね、まあ、僕は子供の頃からこの御柱祭っていうのを目にしてきて、まあ、自分の父親も、まあ、祖父も、まあ、近所の人だったり、まあ、ここにも僕のいとこが持ってるんですけども、本当にこう身近な祭りなんですけども、まあ、かなりこう危険な部分もあるので、あの子供の頃とか恐怖っていうんですかね、あの強烈なこう原体験みたいなものがあって、まあ、御柱抜きには自分の記憶も、まあ、今の自分もないみたいな、そのくらいこう強烈な大きな存在です。この御柱祭があったからですね、今回の遠くから来た船ですかね、そういう発想につながったんですかね。そうですね、あの、まあ、7年に1回なので、まあ、いつでも撮れるわけじゃないんですけども、まあ、それを何度か撮ってきた中で、あの諏訪だけではなく日本の各地に伝わるこう古くからあるものっていうのはどこがこう共通するものがあるんじゃないかと思って、諏訪以外でも撮るようになりました。あの小林さん、はい、あのこの遠くから来た船なんですけれども、今後はどのようにお考えなんですか。はい、あのまだ自分の中ではこの日本のお祭りとか神事を撮るこのシリーズっていうのはまだ始まったばかりのような気がしていて、まだ全然あの取り切ったという感じはしないので、これからもしばらくはあのこのお祭り神事を取るっていうのは続けていこうと思ってます。はい、小林さん本当に本日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。周南展に先駆け東京で行われた受賞式には木村市長や選考委員、歴代受賞者が出席し、小林さんの受賞を祝いました。選考委員長の大石芳乃さんは、今回の応募作品は全体的にレベルが上がり、どの作品も魅力的で考えさせられるものが多かったように思います。小林さんの作品からは、日本というものが地球の中でどういうところにあるのか、その神々というものが私たちの生きる今日にも存在していることが伝わってきますと公表しています。また東京展も港区赤坂の富士フイルムフォトサロンで開催され、多くの方々が鑑賞しました。